あなたも、そう感じます？やっぱり綺麗な色。エルフの森にはない色だわ。とても素晴らしいお酒ですよね。まず色で目を引いて、味わいはその色の通り爽やかで、果実のように甘い。どうして人間の世界にはこんなに素晴らしいものがあるのか、不思議でたまらなくなってくるわ。でも一つだけ残念なことがあるんです。そう、一つの香りが飛び抜けていて、全体の香りのバランスが崩れてしまっているの。ここが残念なんです。でもこの型にはまらない荒削りな感じは、まるで人間そのものみたい。そう思いませんか？あ、ごめんなさい、私ったら。主人に聞きました。あなたがこの染料を作ったんですよね。それでぜひお話をしてみたくて。素晴らしい交渉と出会えて光栄です。きっとあなたは立派な交渉になるわ。私はそう思います。もし何か頼みたいことがあった場合、依頼すればやってもらえるのかしら。私がエルフでも？そうね、ありがとう。今はまだ、でもいつかそういう日が来ればいいなと思います。お邪魔しました。それじゃあまたいつか。
何でもない。あら、またお会いしましたね。残念ながら違いますよ。調査をしていたのですが、森の様子がいつもと違うので気になって。お二人はこの先へ向かうのですか？そうですか。木々がざわめいているので、お気をつけてくださいね。単なる音ではありませんから。そうかもしれないですね。ええ、それじゃあね、ユエラさん。イヴ、止まれ。見つかっちゃったみたいね。あの枝の上だ。はーい、フィル、また会ったね。一応覚えててくれたんだ。何のつもりだ。へえ、思ったよりやるみたいね。でも私の方が強いと思うな。動くな。動けば切る。そう興奮しないでよ。ちょっと試しただけ。私はウィルにお願いがあるのよ。ウィル、隙を見せるな。簡単よ。私を護衛に雇って。この女剣士よりも絶対使えるよ。なんならここで勝負してもいいし。ほう、では叩き伏せて真意を問うてやろう。自信あるみたいだね。でもさっきの攻撃で私の力を見切ったと思ったら大間違いだよ。私はお前の護衛だ。危険は排除する。私はエミリッタ。ビルに興味があったからついてきたの。結構有名なんだよ。しない？今から私も一緒に連れて行って役に立つかどうか確かめてよ。こいつは信用できない。連れて行くべきじゃない。交渉会のこと何にも知らない人より役に立つと思うの？あなた、どこからが交渉会の管理区域かわかる？私は反対だ。素性の知れないものを近くに置くべきではない。いざという時、お前を守れなくなる。
あれ見てよ。あれだけ集まってれば私の魔法で一網打尽にできるかもしれないよ。奴が何者なのかわからん。何かを隠しているかもしれんし、気を許すなよ。変わり者め。まあいいだろう。お前に従おう。これはそこらの交渉がやったものではなさそうだな。私が守る。ついてこい。
使えるかしら。寒さじゃない、気配だ。少し気になってたんだけど、さっき死体になってた獣、あんなのこの辺りにいた？私も初めてだけど、普通それぐらいは知ってるものでしょ？罠ではないだろうな。どうして私が罠なんて仕掛けなきゃいけないの？それにここは高層階の管理区域なんだから、私は一人じゃ入れないのよ。お前がそうしたいなら、だが依頼はどうする？感じは。もう何やってるの！素人じゃないんだから、こういう時はさっさと逃げるの！急げ、来るぞ！退路を塞がれた。どうする？一撃でひるませてすり抜けるしかあるまい。我が矢尻の力となりて、命なき邪気を破りたまえ。消えてるかも。このまま倒せるんじゃない？いいえ、やはりここでは力を発揮できません。逃げましょう。平気だ、触るな。近づくものを排除するだけなのかもしれませんね。ここは安全ですから、少
し休みましょう。大事ない。心配は無用だ。あー、でもびっくりしたよね。やっぱりすごいな、外の世界って。こんなことがあるんだ。風が教えてくれたんです。人の死を司り、死へと誘うもの。人の死と深い関わりがあるものであることは確かでしょう。ええ、そうです。死者の魂が名役を持ってこの地に残っているものなのでしょう。名役とは、死んだ人とつながってるってこと？ええ、それゆえリスナクロディでは死を呼ぶ死神と言われ、恐れられていると聞いたことがあります。じゃあ、あいつは死者のことを知ってるかもしれないの？見たのは初めてだな。でもそれっておかしいよね。高層階の管理区域内なら、ああいう魔物の情報は共有されてないと危険でしょ。1年前の事件ですか。おぼろげにはエルフの立場であっても噂は耳に入ってきますので。知らんが、少し興味のある話だな。ユイドラ攻略の奥に強い魔物が現れて、上級交渉が何人も亡くなった事件だろう。それだって高層階から安全宣言も出たし、今は迷宮内の秩序も取り戻されてるんだよね。それに交渉長や大交渉っていう上級交渉まで犠牲になってるんだよ。ウィルのご両親がどうでしょう。これは試験ですが、もし関わりがあるならすでに高層階の方で察知されているのではないでしょうか。場合の報告はどのようにすればいいのでしょうか。もし他の人も遭遇していれば、すでに情報が流れているかもしれませんね。そうかな。みんなあいつを倒せば名を挙げられるって頑張っちゃうんじゃない。私たちではまだ倒せそうもありませんし、遭遇しないのが一番だと思います。でも、いつか倒してやろうという考えは前向きで素晴らしいですね。いいのですか？楽しみです。遠慮なくお邪魔させていただこうかしら。私も行きたい。どうせならみんなで
もね。楽しい食事になりそうですね。エミリッタはナイフとフォークの使い方が上手ですね。え、そう？小さい頃からちゃんとしろって厳しく言われてたからかな。今度教えてください。人間の世界の風習をしっかり覚えたいんです。いいよ。ウィルも教えてほしい。そうですね、私もこういう食事は久しぶりです。うん、それに堅苦しくなくていいしね。大勢で楽しくおしゃべりしながらご飯を食べるのが夢だったんだ。いえ、そういうものは夢に移ろいしシュガというふうに呼ばれることはありますが、こちらで言う愛称とは違いますね。セラビ、いえ、違うんです。嬉しかったもので、人間からの初めての贈り物。きっと大切な思い出になります。ぜひセラビーと呼んでください。よろしくお願いします。皆さんもそう呼んでくださいね。私も皆さんのことを親しみを込めて名前で呼ばせてもらいますので。うん、わかったよセラビ。それで何でしょう。一度人間の世界をちゃんと見てみたかったんです。そうですね、風に触れ水の流れを聞き、大地のぬくもりを感じ、木々の声を聞く。そう思っていただいても間違いはないと思います。そういう生活もいいよね。でも私はやっぱり外を走り回っていろんな魔物をやっつけたりしたいな。何かお困りなのですか？それは私にとっても嬉しいことですね。私も交渉の生活には興味がつきませんし。え、あれ？あ、私は？楽しみです。ユエラもよろしくお願いしますね。ごちそうさま。